はいどうも、走るおいチャンネルです。今日はですね、こちらを準備しました。こちら、テニスラケットとテニスボールなんですけど、なぜ今回こちらを持ってるかというと、YouTube で、西武ライオンズの源田選手が社会人時代に行っていた練習、その社会人のチームが、トヨタ自動車が取り入れてる練習なんですけど、テニスボール練習っていうのがありまして、公式のテニスボールを準備しました。で、これを野球のグローブでキャッチすると、どんなことが起きるかというと、まずハンドリングが良くなるっていうのと、あとはボール自体が、すごい弾くボールなんで、優しく取らないと取れないっていうのがあります。ですので今日はそれを実際にやって、どのぐらい難しいのか、また1球これ150円で買ったんですけど、どのぐらいコスパがいいのかっていうのも検証しようと思います。では行きましょう。何球かやったんですけど、公式テニスボール弾くんですよね。弾くんで、強い打球の場合はやっぱり吸収が難しいかなっていう感じですね。弱い打球の場合は、結構こう入ってくれるんですけど、強い時は本当に弾いちゃうんで、そこをどう取るかっていうのも、すごい難しいなと思いました。行こう。はい、というわけで今日はこちらのテニスボールを使ってノックをしました。ノックって言っても、ラケットで打ってるんで、なんだろう、打ち損じがないというか、すごいなんかスピンがかかってくるような縦回転の、ボールで、ちょっと取りづらいかなっていうのありましたね。で、途中でも話したんですけど、やっぱり野球のグローブと公式テニスボールだと少しこう反発というか弾くんで、こうむやみに出すっていうよりはしっかりこう優しく生卵を取るような感じでやるといいんじゃないかなと思いました。個人的にはスピーディーにできて、怪我の確率もだいぶ落ちると思うんで、その怪我防止っていう面でもかなりいいと思いますし、これから公式を始める方もぜひこのボールを使って、ノックをしてみてください。結構打つ方も大変なんで、2人1組でやって交代でとかやってみてください。他にも源田選手がやってた練習あるんですけど、また今後それも紹介しようと思います。それでは今日の走るチャンネルは以上です。ありがとうございました。頼まれ下心丸なしで、僕を引きつらせて土足で踏み込んだなんて。はい、というわけで8月のプレゼント企画です。まずは畠山の海外製公式外野手用グローブ。こちらカラフルなグローブですが、かなり目立つグローブとなっております。こちらを1名様にプレゼントします。
続いてこちら、三ツ矢タイガー軟式オールラウンドグローブ。こちらちょっと小さめのグローブでして、内野手全般いけるかなと個人的には思います。こちらを1名様にプレゼントします。最後はウィルソン女子ソフトボール用グローブ。こちら手の入れる場所が小さい設計となっております。この3点をチャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。あーでした。ありやした、ありやした、今日も見てくれてありがとう。